石川洋蔵は、日本の政治家。勲章は、勲一等瑞宝章。防衛庁長官、衆議院議員、衆議院内閣委員長、東京都青梅市長、青梅市議会議員を務めた。東京府西多摩郡生まれ。旧制府立第二中学校を経て1951年早稲田大学政治経済学部卒業後、西東京バス株式会社取締役、青梅市議会議員などを経て、1967年に青梅市長選挙で初当選した。1975年まで市長を2期務め、1976年に第34回衆議院議員総選挙に旧東京11区から出馬し、当選した。福田派を経て、鈴木派に所属。1981年、鈴木善幸改造内閣で環境政務次官。1982年、第一次中曽根内閣で外務政務次官に就任。自民党国際局長、衆議院内閣委員長などを経て1990年、第二次安倍内閣で防衛庁長官に任命され、初入閣。防衛庁長官在任中、私邸が放火による火事で全焼する被害に見舞われた。1993年の第40回衆議院議員総選挙では、次点で落選する。1996年、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、東京都、第25区から出馬し、当選。1998年、宮沢派会長の宮沢喜一元首相は、加藤紘一に派閥を禅譲したが、これに反発した河野洋平らが宮沢派を離脱し、大友会を結成。石川も宮沢派を退会し、大友会に参加した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、東京25区で、民主党の島田久志を破り、再選を果たした。2003年の第43回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を引退した。2002年、勲一等瑞宝章受章。2014年6月21日午前6時15分、肺炎による急性呼吸不全のため、東京都青梅市内の病院で死去した。88歳没。延13位。世界連邦運動推進団体である世界連邦日本国会委員会の会長及び事務総長を務めた。ありがとうございます。